まあ、サークルや、クラブなどでの代表経験もあると、うん、でさらに何だろうな、こういろんな集団でさ先頭に立つだけじゃなくて、うん、なんかこう後ろに引いて引くときは引いてアシスト役に回るみたいな、そういう賢明さも持ち合わせていると。で、まあ、もちろん学業の成績もすごく良かったし、まあ、非常に優秀な人材だなと思いました。ぜひ一緒に働きたいと、まあ、春から一緒に仕事するのが、楽しみだなと思っています。まあ、ただ、まあ、形式的ですけども、最後の質問とさせていただきたいと思います。坂本くんは、自分を何かしら物に例えるなら何でしょうか。マーガリン。それはどうしてですか。なるほどなるほど。何にでも合うし、ちょっと奥行きとか深みを与えられる。味気ないところに彩りを添える。ありがとうございます。一緒に働きたかったですね。不採用になると思います。マーガリン魅力ないので、バターの方がいいなと思ってしまうので、なんかこうマーガリンって何ですかね、バターの偽物、影武者、補欠、二番煎じ、モノマネ芸人って感じしませんか。マーガリンでいいところ全部バターでいいじゃないですか。明確な介護感なんだから。まあまあまあ、うん、ただね、うん、まあ、もちろん、まあ、あなたが、ここでね、マーガリンと答えた理由もわからなくはないんですよ。確かに、確かに我が社はマーガリンを作っています。ただそこにこそあなたの誤算があったわけです。我が社の社員は皆、マーガリン美味しいって思ってないんですよ。社員もみんなバターの方が好きなんですよ。だから何作ってんだろうって思いながら作ってるんですよ。これあんま魅力ねえなーって。なんならね、2年前の社員旅行で沖縄に行った際、ホテルの朝食にこうパンとマーガリンが出たんですね。その時我が社の社員はみんな、うわーって、わーなんかがっかりしたと思うと同時に、あ、我が社はこんなに人をがっかりさせるものを作っていたんだ。全員がショックを受け、クルージングがなしになりました。そのぐらいのショックを受けたんです。沖縄まで行ってクルージングしないって相当です。そういうぐらいショックを受けたんですよ。だからもう本当に、まあ、裏側のことを申し上げますと、そもそもこの面接マーガリンが NG ワードなんですよ。マーガリンと言ってきた学生は取らないって決めてるんですよ。だってマーガリンいらないから。我が社ね、マーガリンで結構業績上げてます。売り上げも年々伸びてます。それはひとえにマーガリンをあまり手元に置いておきたくないからなんですよ。つまり物って作ったものが売れなかった場合手元に残るじゃないですか。嫌なんですよ。会社の倉庫とかにマーガリンいっぱいあるの、なんか嫌なんですよ。地価とか下がりそうじゃないですか。だから必死でみんなで営業してマーガリン売りさばいて売りさばいて伸びてきたっていう会社なんですよ。実はうちの会社、マーガリンの売れ行きが悪くなると社員食堂を売ってマーガリンが出るんですよ。もうそれだけを避けなければならないと。社員食堂でマーガリンが出る必死あるんですよ。そういう1週間とかあるんです。そういう時にはお調子者の部長も引きこもるんですよ。それぐらいみんなマーガリン憎んでるんです。我が社はマーガリンの憎しみを武器にしてどんどん伸びてきたっていう会社なんですよ。そういうね、事情を想像することもなく、マーガリン作ってる会社だからマーガリンって言えばウケるだろうなと上っ面だけをなぞり、そこにこういやらしくこびてくる、その性根がまさにマーガリンなんですよ。あなたはマーガリンだ。You are マーガリン。マーガリンなんだよ。だから取るわけにはいかないんです。ただ一方でこの面接室にも私しかいません。あなたはね、今年のね、我が社に申し込んだ人間の中で最も優秀だった。一緒に働きたいのは山々なんです。だからこの数分間の会話は忘れて今一度質問させてください。坂本さん、ご自身を物に例えると何ですか。
きまでマーガリンだったやつが自分はバターだと言い出す。マジでマーガリンだぞ。マジでマーガリンだから出てけ。